大きく当たりますように。ここがここね、ドクロやったら500万だ。あるであるであるで、あるよ、タクシー代で使えるよ。はーい、3時のヒロインよ。3時のヒロインがスクラッチくじを買ったら当たるのか。私あの3時のヒロイン組んだ時に、うん、あのアルバイトをしてたんですけど、はいはい、宝くじのアルバイトやってたんですよ、うん、でその時にあの夢っちから買ったよっていうお客様が5億円当てられたんです。すごいらしいね。そうで、まあ、その後からもう 1億円とか100万円とかいろいろ当たって。総額いくら当てさせた全員で。7億じゃないですか。今回ね、そのスクラッチくじを買ってみて、うん、私が本当にあげまんなのかっていうのを検証したいんです、うん、だからみんなにもスクラッチくじを買ってきました。あ、じゃあうちらはゆめっちから買ったことになるから。そうですね、だからもう絶対大きく当たってると思う。うわ、これは当たったら何に使う？何に使うかな、タクシー代に。これさ、当たったらさ、めっちゃ夢あるよね。めっちゃ夢あるよね。ボケてんのよ。タクシー代に行って、またいつも行ってるやつ。いつも行ってるやつ。いつも行ってるタクシー代に行ってるやつ。タクシー、あ、やるけよ。いつもカットされてるから多分知らないと思う。行ってるやつ。聞いといて。聞いといてボケといて。聞いといてボケといて。いや、でもこれあの一等賞が500万なんですよ。おお、マジでもう最高のあの揚げまんだというところを見せたいなっていう。今回1人20枚ずつ買ってきましたんで。おお、ありがとう。うわー、いいね。なんかあー、こうやって気を感じられる。ルフィの、うわー、どでかいよ。いいね。1枚からいくよ。はい、はい、1枚目。よし、まずね、これを全部削って斜めに3つ当たりが出たら、3つ揃ったら当たりです、はい、同じ絵柄が。横は意味ないよね。横は意味ないです。じゃあ左上の角からいきますね。いただきます。こっちを移した。ゴミやから何も驚くことない。おー、なんだこれは。なんかあった？絵巻き？絵巻き？ん？あ、3個揃えば3000円。4等。4等や。斜めいきます。ん？ん？全然違う。ルフィだ。ルフィの骸骨だ。うわ、これ当たってた500万やから。うわ、これの斜めちょっと行こう。オッケー、フリーだから、ね、楽しい。そこですか。あれ間違えた。あ、うん、いけた。あれ何これ。2等。ややこちいね。ちょっと骸骨の周り行きましょう。骸骨の周り。じゃあ横骸骨行くね。いい、横意味ないって言って。あ、そうか。ここ。あなたの企画ですよね。そうです、そうです。ちょっとあの懐かしすぎてちょっと手順が。ん？7億もおしゃやからな。5億と1億と何千万とかを合わせた。でもちょっとそれでも持ってるか。これなった、これ。風車。風車は300円。でもこの6等みたいなのはもう無限に当たるからさ、うん、そうね、そういう塵も積もれば山となるやん。確かに300円も何セットもあったらいろんなもん買えるよ。マクドナルド。あ、マクドナルド。え、何、あなた CM やってる？あ、やってない。ファストフード店の。あれ、さっきあのマクドナルドの競合の CM やってる？やってないです。やってなかった。なんであってなったの？あのさっきマクドナルドさんじゃないとこのバーガーを食べちゃったんで。大丈夫やろそんな。毎日そんな生活やろ。外れよ。外れか。外れかよ。一気にちょっともう。オッケー、行こう。ちゃおう。よし、じゃあまだ可能性ある。あ、そうね。フリーは削らんの？あ、フリーって削れる？あ、削れるんだ。すごい、なんかこれ新しいからさ、このやつ初めてやったわ。別に削ってもフリーはフリーない。フリーはフリーでしたね。そうね、2個揃えばいいから。フリーの周りは骸骨じゃない。お、あ、
これもう一個骸骨出たらこれでフリーの下骸骨やったらもう一等で一等だあもう500万ですよあるであるであるであるよタクシー代で使えるよでもさほんまこれ夢あるんだでかい唯一のボケなのよ私がこの動画でボケた唯一のボケよしよっしゃ、行くよこれいけるいけるドゥンドゥンドゥンはっドゥンえあー1億夢はない初めまして夢はない、こいつにダラメそっか、あれあー、みかんだでもさ見てないな、見てないな最近見てよ最近はでもなんで見ないの全然外れじゃんいい子ないね当たってるんだよね、カメラが顔にカメラが顔に当たってるの見てないからねえこれ、うあれあえ、なにこだ横揃い相方に任せてはなんなのこれはね、また違うゲームなんですけど、うん、この下の赤枠3つを揃っ削ってゾロ、サンジ、ウソップが出たら、うん、1000円おこの順に同じ順番で出たらやってみようか一気に削っちゃういくよゾロ、サンジ、ゾロゾロえっえっ、ま、ええっゾロゾロサンジサンジなんもないあなんもないんかその下はその下は、うん、ね、300円これマジでラッキーだね、麦わらの帽子が出たら300円が当たりますえさて、いかなる当たりあー300円じゃないやな、これあら麦わらじゃない、骸骨だ麦わらじゃない、骸骨でかっよしこれは本当にね、うん、はい気持ちは楽よ、別にこれが外れようが当たろうが、うんうん、私関係ないからさこれが別に外れても夢ちがあげまんじゃなかったってだけの話、うん、まあねでももしかしたらラッキーがあるかもしれないよまあ私オールスター感謝祭で60万当てたしなすごいな、まあ、あれ、そうなのよね、あれ運じゃなくてクイズの実力やねんけどなうわでかっ私がピリオドチャンピオンです9問中9問全部正解しましたいやすごい、それはすごいねよし、じゃあはいもう無難に一番上いやフリーの横からいきますいいよでえ行けてらっしゃい結構な圧力いるんですねはいはい4等のやつねうんこの地図ね地図地図か宝の地図でフリーがあって来い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 えいああみかんみかんみかんダメでしたかしたこれもやっちゃおうどうでしょうあーいさよならいや早いなはい、おりーあー1枚目ダメだったじゃあ私はフリーから削りますうんうんうんフリーはフリーだったそうだじゃあ、フリーはフリーだったそう、その下を削りますお当たる当たりそう当たれあ、今3等が目の前にお。よし、当たり3万風車600円、あ、はい、300円どんどん上削ってきます近近近近近あ、骸骨骸骨の上骸骨は1等ですよ、だからかなりちゃんのスクラッチ視聴率悪いね。なんでよ。ドキドキしてた。夢っちも全然見てなかったね。見てよ。全然行方見守ってなかったね。これ当ててやるも絶対。絶対当ててやる。かな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 。絶対当ててやる。ああ2個当たってんだけど。そういうもんなのね。はい。一応こっちもやりましょうか。はいやります。来い。三つ絵柄があったら。来い。え待って。何？ゾロ。サンジおゾロあ、当てんじゃないのゾロ、サンジ、ゾロ、サンジこのままウソップ出たら当たりよ1000円ですなんもねはい、じゃあ次サンジが残ってる麦わら帽子ないやはい、さよならありがとう、かなねちゃん1枚じゃないよ同じ枚数あるからわざわざ来てくれて同じ枚数ありますからもしゃべらんとやってやつ黙々と来い来いあーみかん3万3万のチャンあー
チャンス来た300円当たった。あやったー。6等うん。おこの風車か。300円風車当たりました。イエーイ。まあ、こういうのはねもうあのどんどん当たるから300円とかは。あ、300円当たりました。すごい、めっちゃ当たってる。ルフィの帽子が出ました。ルフィの帽子、ルフィの帽子出ました。あーマジで、でも全然当たれへんな。お300円麦わら帽子、あ、当たった。やったお、いいなー。300円私も出たい。ない、何もでも私結構多いんですよ。結構多いんです私。それこそだってザ・ダブルのさ順番見たのも私だし、 あの時はなゆめっちが多分人気良かった。いやいやいや、そうね、私が全部じゃんけんで勝ち取りましたから。じゃんけんで運んでネタ書いたん私やし。いやそれ言われたらもう飲み込めない。何も言えないんだよそれ。運とか関係なかった。なんかないの儀式みたいな、これやったら当たるみたいな儀式、うん、なんかあの大きく当たりますように。嘘つけ。今や今考えたん絶対。でもあの本当にないならないでええのよ。大きく当たりますようにってやるの。大きく当たりますようにってやってたの。やっぱないんじゃないかな、ね、うん、大きく当たりますように。よし、まあ儀式やから別に滑るとか関係ない。いやいや滑ってはないよ。儀式が滑ってた、受けんでも大丈夫やから、これは、うん、滑ってた、受けんでも大丈夫なんです。あれちょっと待って、ええ、え、何、そう当たってねえよ。うんな、小細工の山釣り上がって。小細工の山、小細工の山で誰が石作んだよ。もう小細工で、ってなるんだよ。小細工で山を作るしかないよ。ちょっと待ってね、誰が iPhone ってやるんだよ。これあの本当体実体験なんだけど、ね、うん、クラッチを買いに来てる、うん、おじいさんとお孫さんの男の子がいたの、うん、で今日は10枚買ってやるよって言って、うん、10枚買ってその場で削ってたのね、うん、でそしたら、うん、その当たんなかったの、大きい額が当たんなくて、うん、あーとか言って子供さんが、あー外れたねって言ってごめんねじいちゃんとか言って言ったら、いやもう俺当たってんだよって言って、うん、え当たってるって何だろうって思ってたら、俺はもう素敵な女と結婚できてお前みたいな孫が生まれて、もう俺はもう人生大当たりなんだよって言って、子供、大泉逸郎さん、逸郎、大泉逸郎さん、逸郎さん、友達、なんでこんなに可愛いのかよ。大泉逸郎じゃなかったよ、孫ですよね。大泉一郎、大泉一郎さん来てた、うちの店。一郎さんな、一郎これきっかけやろうな、多分あの歌で来た、うわ、原曲ができた時の日は、孫という名の宝物に。なんでそんな渋い曲知ってんの、マギ。え、めっちゃ流行ったよな。流行った流行った、グリーンぐらい流行った。そういう流行り方じゃない、ポニョみたいな流行り方。あ、マジ？そう、うん、全然当たれへんやん。さっきゆめっちのエピソードトーク中に300円当たってたけど。え、マジ？人知れず言ってよ、うん、すごくないマキ、邪魔したあかんなと思って横出た。お、300円え、あなた3つ目すごい当たるじゃん。あ、やっぱさっきの1000円やった。え、私だから300、え、すごいよ。1600円、300円、600円、うん、え、1900円当たってる今。すごいすごいすごい、やばいやばい、私やん、もうだってピリオドチャンピオンやねん。もピリオドチャンピオンいいの今、すごいけど。ピリオドチャンピオン、アイムじゃない、アイムピリオドチャンピオンいないのよ。すごいけど、あれは運じゃなくて実力、あれは実力だから、運も実力も兼ね備えてるってことか。ザラザラお、サンジ誰直せ
同じ顔してみた。ルフィと。はい、あんた取り、ちょっとカメラ貸しなさいよ。落ちなんか。え？ルフィと同じ顔してみた。おい。一周させるな。おい。あ、どう？え、何？来た？300円当たった。やったー。テンション全然ちゃうな。300円なんだ。2枚目だったもん。この300円です。これです。この300円、かざぐる。私も300円当たりました。おお、お、なに、この、ほら見ろ、このドクロの2つ、ここが、ここが、お、ここね、ドクロやったら500万だ。やった、やった。何したいんだ。500万当たったらタクシー代に使う。何したいんだ。椅子を買う。了解。よし、かなでのタクシーとゆめっちの椅子のために、やばい、恥ずかしいことです。頑張るぞ。よし、500万だ。私は100万当たったら親に車を買うんだ。いや、すごいずるいな。え、いいこと、うちらなんかすごいすごいアピールしてるじゃん。すごいアピールしてるな。アピールはすごい。椅子でしょ、タクシーでしょ、うん、私は親に車買います。ええ、いやいや、まあまあまあ、まあ、2回チャンスあげたから2回ともタクシー。いやだからさっき1回も使われなかったかなと思って2回目行ったのに。2回目も使いません。なんでだよ。よし、削るよ。はい、行くぞ、行くぞ、行けー、走れー、行くぞ。おー、えへー、ドーン、バーン。無理無理無理。うん、音量の調整が難しいので。あ、割れました音。はい、あ、それは申し訳ない。確かにそれはちょっと難しい話だった。無理無理。残念。今のゆめっちのが一番腹立ったな。なんかドーンのやつが一番腹立ったわ。なんかドーンからバーン。だげー。いる今の。さて、とりあえずいくら使いましたかっていうのを、はい、計算しましょうか。はい、私は600円当たりました。おお、私は、うん、300円が1、2、3と1000円が1で1600円当たりました。すごい、イエーイ。私は、300円4枚と1000円が1枚で2200円当たりました。おー、1700円。おー、2200円でスクラッチ買おうぜ。もうええて。おー、当たりますように。あ、危ね、カメラ当たった。傾いた、カメラが。カメラに当たった。カメラが傾いた。よし、大きく当たりますように。大丈夫、受けてる。そのフォローいらないの。